はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。スキル悪用おじさんです。さあ皆さん、グレンマ獣ダイーザという最強モンスターご存知ですか？このモンスター俺めっちゃ好きなんですよね。あの OCG の方でもあの最強一発屋ダイーザライトロード村雲、なんか除外白雪デッキみたいなやつ作ってるんですけども、これね、このカードの攻撃力と守備力が除外されている自分のカードの数かける400になるということで、まあいっぱい除外すればね、まあ、シュロムベルクの金の城とはめちゃくちゃ相性が良くて、これ自分のスタンバイフェーズにね、デッキトップを10枚ね、除外バラッとするんで、まあ、10枚除外されるってことは、まあ、こいつの打点が4000になるってことなんですけども、私はね、気づいてしまいました。このモンスターね、悪魔族なんですよ、レベル3の。これデモンズレズランスっていうスキルじゃないですか。これね、なんか、いろいろ条件満たすと悪魔族サーチできるんですよ。悪魔族サーチできるんで、なんとですね、レッドデーモンズのなんか、動きしながら、これダイーザサーチできるんですよ。このスキル。ということに、私気づきまして、今日はですね、デモンズレズランスっていう最強スキルを、悪用しまして、ダイーザでぶん殴っていくっていうデッキを作ってきました。はい。まあ、ある程度ね、ある程度戦えます。ある程度。しかもなんか、このカード、局所的ハリケーンにすごい強いので、サイクロンとかね、ああいうカード、まあ、コズミックサイクロンとかには弱いですけど、まあ、最近ね、結構、局所的ハリケーン飛んでくること多いと思うんで、この局所的ハリケーンに対してはめっちゃ強いです。ハーピーの狩り場には弱い。うん。そんな感じのデッキとなっておりまして、ダイーザ以外は、シュトローンベルクの金の城を発動できるように、この鳥とね、この魔法カードをいっぱい入れて、あ、ちなみにこの、シュトローンベルクの金の城はこれ、デッキからこれ、グライフ出せるんですけど、このデッキだと。このターンと、召喚できないんで、召喚権使っちゃいけないよっていう効果なんですよ。この効果発動するとは自分は通常召喚できないっていう。これね、レッドリゾネーターっていうか、レッドリゾネーターっていうか、クリムゾンリゾネーターとワイルドワインでもこれ召喚権使わないんで、これ相性結構いいんですよね。これ、この効果と。というわけで、まあ、そのギミックが入っているっていうのと、まあ、10枚除外するんで、ダイーザ出せるし、サーチが入れられるんで、このスキルで。はい。というね、4000パンチをね、超圧倒的火力、神をも超えるね、この圧倒的火力をね、見せていきたいと思います。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ひとでまさんですね、よろしくお願いします。ですね、これはね、なかなか強いですね。なかなか強いが、で、クリエイトリゾネーターを、ワイルドに変えるで、クリームゾーンリゾネーター効果。さあ、いつもはこれはまあ、この辺もおなじみのムーブなんで、スーパーおなじみムーブで、ワイルドワインド特殊召喚するで、レッドライチングするほいほい。この辺はいつも通りの動きなんで、特に言うことないです。でですね、ダークエンド出しまして、で、こっからでございますな。とりあえず会長グライフ効果使いまして、でシュロンベルクを貼る、でシュロンベルクの効果で会長グライフ出しとくと、はい。この三面展開ですよ。ってことなんですよ。さあ、これはなかなか死なんだろう。でシュロンベルクの金の城の一番強いところは、局所的ハリケーンが効かないんですよね。まあ、サイクロンとかは効きますけど、普通に局所的ハリケーンっていう、まあ、魔法トラップメタカードですね。これが、ね、効かないんですよ。これがめっちゃ強いです、やっぱり。あ、そんな甘えた展開していいんですか。なるほど、そんなゲロ甘えた展開をしていいと思っている。なるほど、これは分からせるべきなの。これ分からせるわ、これ分からせます。うえで、カードが10枚除外されたぜ。さあ、なんで除外したのか今から分からしちゃうからな。おはようございまーす。さあ、挨拶ができないやつはクズ。で、ワイルドワインドの効果発動、このカードをゲームから除外し、クリムゾンリゾネーターを手札に加えていく。そして、ちょっと、枠が空いてないんですよね。枠が空いて枠が空いてないんで、ちょっとシンクロ召喚をして枠を開けていきます。ほい。で、4人でいいか。とりあえずレッドライジングドラゴンを新境召喚。さあ、相手、まあ多分これなんだろうな、21枚 AO とか月光とかそっち系ですかね。とりあえずね、ベイルだけケアします。ベイルっていうモンスター、ワンキル取るの結構大変じゃないですか、ベイルが。これね、この時ね、ベイルケアできるんですよ。なんでかって、
攻撃力がね4000超えるからなんですね。いきますよ、はい。これが4000確定サーチのパワーよ。クリモールやめて、はい神ゲー、はい神ゲー、ガンギマリムーブ、これがねガンギマリムーブってやつですよ。さあお相手の方プラススラッシュシドさん、よろしくお願いします。デュエル3倍、上半身を引きちぎってやろう。雷電流なりあれだな、闇の誘惑だな。プラシラさんね、闇からの誘惑か、スキル覚えるんでね、サンダードラゴンも使えるっていうね、いいですよね、非常に。これ反動強いですね、結構。コールリゾネーター効果、これどうしよっかな。これさすがにあれかな、さすがにデスカリバーナイトを持ってくるべきかな。さすがにデスカリバーかな。レッドリゾネーターを戻して、でデスカリバー持ってきて、まあこのハンドの場合はさすがに、デスカリバー持ってきた方がまあ強いんですけど、まあただシュトロンベルクあるんで、まあ、返しのターン大事だっていうパターンはありますね。はいはいはい、大電流で、レビオニアだけはちょっとめんどくさそうなんで、神の中核打つって感じですかね。はい、クリムゾンリゾネーター特殊召喚、ね、ワイルドワインの特殊召喚、このさ召喚権使わないでさ、この3面展開できるの強すぎない、これしかもスキルでワイルドワインと確定サーチってこれおかしいよねってこと。レッドライジングドラゴン、はい、レッドライジング効果、クリムゾンリゾネーター、クリムゾンリゾネーターの性能もだいぶおかしいけど、うん、クリムゾンの効果、まあ言うて手札誘発には結構弱いですけどね、このデッキ。はい、まあでもライフ回復ここでできるんで、まあワンキルそんなに簡単に取れるデッキではないかなっていう思いますけど、6100ですからね、6100になったライフをそんな簡単に削り取れるデッキたまないから、どっちだろうな。サンドラか、こっちの方が打点高いからこうしといた方がいいかな、一応ね、まあ、あんまり変わんない気がするけど。で、ダーク、じゃあデスカリバナイト召喚で、シュトロームベルクの金の城発動で、ベイルいるかどうかわかんねえけど、とりあえず600かな。ぐさあベイルはいますかと、ベイルは、あのベイルいそうだな、ベイル、このチェーンはベイルいそうですね。バカベイル来た、バカベイルいいだろう。殴るしかねえ、ほい。このね、手札誘発でね、ワンキルが簡単に止められちゃうんで、やっぱりダイエーザは偉大と。ベイルが効かないダイエーザは偉大と。さあ闇からの誘惑来た、闇誘忠告ってもいいか、闇誘忠告ってもあ援軍か、なるほど、援軍いいですよ。あサーチ入んなかった、よし、闇誘これ打ってもいいけどな、2枚か。いやーここ打つのあるな、結構なんかむずいっすね、これ打ってもよかったかもしれない今。そしたら、レビオニア止められなくなるんですよね、一応、そうすると。ちょっとレビオニア止めればいいかなっていう話はあるんですけど、で、雷電流の効果をデスカリバーで相打ち取っていく。で、あと、これ3枚か、今ので打った方がやってほしいね、あの闇の誘惑。それもいいよ。多分全然いいっす。そこは全然いい。で、アサシンも全然いいっす。で、レビオニア2枚落ちた、オッケー。で、鳥オッケー。鳥しょうがない。鳥しょうがない。俺はモンスターを特殊召喚、はい、9ね、あのハンドなんだ。でもレビオニアでもこれ負けねえだろ、まだレビオニアでも負けないから、これここで打つんだったらみたいなとこあるけど、まあ、とりあえずこれ忠告ってレビオニアでもまだ負けないと思うんですよね。ターンエンド、よし、オッケー、よし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 、分からせられるぞ、分からせられるぞ、これはこれを分からせていいんじゃないか。ワイルドワインドの効果発動、ワイルドワインドの効果によってクリムゾンリゾネーターをサーチし、で、ワイルドワインドを特殊召喚で、レッドライジングシンクロ召喚、さあ分からせるぞ、分からせるぞ、お前のそのなんかバーニングだったらベルとかいうモンスター、その手がベルなんだろ。レッドリゾネーターの効果発動、完全に分からしてやるぜ。ダークエンドをまずはしっかりとシンクロ召喚し、待って、ダークエンドじゃなくてこれあれか、ベールケアスになったらこっちもいいか、レッドデーモンベリアルでいいよ。で、レッドデーモンベリアル出してく、はい、
でだ、スキル発動してまだ俺は召喚権を残しているぜ。プラシドさん分かっているかい。あー待って出たこのね、マジでデモンズレゾナンスはね、ダイーザ出る前にね切断されるんですよね。結構気持ちよくなれないやつや。出た気持ちよくなれないやつ。俺のターン。さあお前のターン。レッドデーモンズレゾナンス、レッドデーモンズレゾナンス、かっこレッドデーモンズはほとんど入っていない。レッドレゾネーター戻すしかないか。戻してこれね、ダイザー初手にいらないんですよね。サージできるんで、なんでこれ初手来てもマジで何も仕事しないっていうのが弱いところ、この時ので、あとレベル4だったら強かったんですけど、まだこれレベル3なんで微妙にシナジーないっていうね。はい、デルトライジング出していく。まあ、ただね、このシュトロームベルクの金の城っていうこのカード、これが局所的ハリケーン対策になれるんで、これが強い、非常に。サイクロン入ってるパターンはちょっときついけど、このシュトロンベルクの金の城の要は表側の魔法トラップで防御札なんで、これが強いです。はい、こうしとけば、まあ局所引いてるパターンのレッドライジングは死なないと思うんです。これシュトロンベルクの金の城がね抜けないから、あ抜けるわ、無理だったわ。ふざけんなよ、局所打ってや。クリムゾンリゾネーター、はい、同じような展開か。まだまだ6100だから多分死にません、ね、6100あるんで、ここを貫通して6100のライフ取れる、レッドライジングの何デュエルはできないと思うんですよ。そういうタクティックじゃないと思うんで、多分ダークエンド、ダークエンドされてもまだ壁残ってるし、まあ、3体で6100あるんで、さすがにね、これはワンキルされないと思う。返せるんで一応ワールドワイン一応返せる。チューナー引いてこれるから、チューナー引いてきて、まあただちょっと癖が強いかったらきついか。レッドライリゾネーター大きいだろう、いいだろう、それはいいだろう。はい、モンスターを召喚だから。誰やお前、アルティメットティラノ、やば、誰これ。このカードは相手モンスター全てに1回ずつ攻撃できる。やばい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 、ちょっと待ってちょっと待って、何これ、何が起きてんの、待って、どういうこと、どういうこと。